とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、陣平ソロで、極炎魔、行きます。使うヒーローは、ブルームーン。みんな大好きだね。俺も大好き。必殺技はすべて、ブルーストリーム、となってます。武器は捨て身、だね。で、陣平に、爆食メダルを装備させてます。はい。では早速、行ってみよう。極炎魔。はい。では、行きましょう。本当はブルーストリームじゃなくて、アイシクルウィンドの方が、多分1対1で戦う時には向いてる。し、こいつの炎魔のね、攻撃力だったらば、もう本当、かなり安全に行った方がいいので、アイシクルウィンドウ一択ぐらいの感じなんだろうけどね。やっぱり遠距離から攻撃するって安全だもんな。でも早く倒すためにはこれでいく。怖いんだよね攻撃が。ほらほら、危ねえ。気を抜いたところにね飛んでくる神の刃、これが絶対やばい。死ぬからね。下手すると。下手するとマジで死ぬ。でも、うまいこと立ち回れば、誰よりも早く倒すことができる。これは確実。よっしゃ。おい、当たってねえだろ、今の。なぜ当たった？まあいいか。オッケー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 。やっぱブルーストリーム、連発で入った時のダメージは、えぐいね。えぐいぐらいのダメージが出る。あっぶね。おっしょっしょっしょ。ちょっと待って、攻撃力もうちょっと上げたいところだけどいいや。なんかね、この芸能人ガクトの攻撃力がアップするっていう能力、これが若干変わった気がするんだよな。前はね、おいおい、もうちょっと入れやすかったんだけど、なんかね、すごく入れにくくなったイメージがある。入れにくくなったっていうか、なんか溶ける。攻撃力アップのバフが。あ、いった！ 4000！ いくよね、それぐらい。4000いくよね。一体一体。じゃあ、はいはい。おそう！結構やっぱ、なんだろうね。判定がえぐいな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。覇王閻魔玉は特にね、判定が。やばっ！おーい！いやいやいや、ワンパンされたね。ワンパンされた。危ねえ、ほんとに。やっぱね、神の刃一番要注意。やべ！おーい！ 4400！ 死ぬ死ぬ死ぬ！いやいや、これステータス上がってる状態です。それでしょ？死ぬよ。オッケー。おい！ちょっと待って、最後の最後、ちょっとこいつ、えぐいぞ。最後の最後、ちょっと、えぐない？オッケー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 。いい感じ、いい感じ。覇王閻魔玉の後に、あ、ブルーストリームするのはちょっと要注意か。ちょっと待って、6000！ 6、危ねえ。瀕死だ。瀕死だ。死ぬ死ぬ死ぬ、死んじゃう。やばいやばい。最後の最後、ちょっとほんと気抜かんでいこう。怖っ。うん、あぶね、ここだ。ちょっと待って、よし、あと一発。怖っ。ブルームーン、まあ確かにね、防御力は低めだから食らったかもしれないけど、危ねえ。6180って。もう死んでないのが奇跡みたいな感じのダメージが出たな。危ねえ。はい。ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。